にちは、宮本です。唐沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、久々の唐沢です。はい、久々です。ちょ最近ちょっと本当にね、ここでマジ動画撮る暇なかったからちょっとソロになってたけど、今日は唐沢参戦です。プレイするのは俺だけだけどね、喋りは唐沢もいるんで、はい、ちょっと唐沢ってコメントも来てたからね、はい、唐沢いますよ。はい、ってことで今日はね、5歩を使っていきます。はい、ってことで、5歩ね、ちょっと厳選しました。めちゃくちゃ強い。はい、先に言っときます。めちゃくちゃ強い。ってことで、7000盛り、攻撃しました。そう、7000盛りすると、今レベルの消費は、ね、120になってるんですけど、レベルの消費を使わなくても、攻撃力4万超えます。やばい、バランス型で4万オーバー。この時代が来たかっていう。ついに来たね。ついに来たね。もうぶっ壊れ時代。だってもうパワー型じゃんっていう。うん、まあ桜井も言ってたけど、モンスト2来たなって本当に思った。あいつよく言ってっからだけど、あいつそういうこと結構言う。あいつそういうこと結構言う。よく言ってっからな。モンスト2来た。でこいつバランス型なのにスピード417キロからのダッシュついてんの。でダッシュがだいたい 1.5 倍っていうね情報だから、ここから 1.5 倍すると626キロぐらい。626のスピードに攻撃力42,751。やばいでしょさすがに。こっからさらに超アンチワープで、そのワープ出てる分だけ攻撃力アップしていくから、殴りほんととんでもない。で、SS がね、ノンアルファと一緒な感じなので、まあ弱点にはぐさっとね、この攻撃力がね、敵に刺さっていくと、プラスね、友情コンボかける2で、長弾と、気弾持ってんの。これ友情コンボかける2が、そう、これが相当強くて、負担付けもめっちゃしやすい。そして光属性耐性で、実マインスイーパー実際アンチダメージを。興奮してさ、もう。いや、だから、早い早い。いや、ステータスこれね、見たことある、こんな。こんなステータスマジ見たことないのよ、俺。やばすぎるだろ、と思って。はい、ということで、イザナギゼロにちょっと行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、イザナギゼロね、ちょっとワープ、魔法陣もあるんですけどね、ちょっとワープが多く出るってことでね。はい。まあ、イザナギでもよかったんですけど、まあ、相手のイザナギゼロにしようかなって感じですね。はい、行きましょう。どうなのか、はい強い、はい、強い、はい強い。だから遊撃もありなんですよね、こいつは。遊撃もあり。12345678999個だよ。 1.45 倍だよ殴り。ワープ出てたらここのステージかわいそうだよね。かわいそう、さすがに。ほら HP もさ、今さ同族加盟撃でちょっと持ってるんですけど、まあこんなぐらいちゃんといくんですよね。さあこれちょっとね、あれしちゃうね、あれしちゃうんで、ちょっとあれしないように、ひよこね、よくならんようにちょっと立ち回っていきましょう。うっ、セーフ、セーフ、セーフですね。危ない。まあこれ上がっていけば大丈夫かな。はい、解除。いやめっちゃスムーズ、めっちゃスムーズ。 SS の2段階目とかもね、こんだけ攻撃力持ってたらやばいと思うんだよね。で600キロ出し決めればあるから、もう往復したらほんとやばいことになる。何発入れられるんだってぐらい。何個できるんだろうね。ちょ、ひよこになっちゃいそうだな、これ。ひよこになっちゃいそうだけど。まあ、とりあえずいっか。直す。直、頑張って直そう。途中で。まあ、ダッシュと友情コンボかける2が相性がいいのかなって思った感じだったら。縦いっか。1体ですけど。ここワープの数やばいね。殴りやばいっすね。強い。今弱点なん。あと長弾で17万ぐらいか。これはひよこの攻撃、ひよこの攻撃で締めると。 OK、 スピード速いで、なんかやっぱり使ってる感じでなんかもう分かる。速さを感じる。お前がスピードスターだ。いけ。逆に慣れないからちょっとあれだな。魔法陣踏んじゃいそうになるな、これ。思ったよりいっちゃう。思ったよりちょっと、君進むねえって感じ。さあ、これ、気弾と、これ、気弾、そう。気弾やばし。今弱点に刺さりましたからね。気弾もかける2なんですよね。そこでも火力で出せるっていう。これは下までいけるかな。あ、でも600キロだから、いけるね。全然今、ビットで結構減速したかと思いきや、しっかりと仕留めてくれる。さあまあここスムーズにいってるね。よし、こいつ 3P はこれも600キロ信じて、これ普通のキャラだったらいけないかと思いきや、これ600キロだったら、うん、いけないねさすがに。
さすがに3体とビットもやばかったか。まあまあまあいいでしょう。まあこれでねいい位置に来たんで優勝コンボを3個で出せるかな。よしよし、いや強い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 です。 SS もねこのステージだったらいい感じに溜まったね。なんか弱すぎるステージだと溜まんないけど、さあこれでひよこ直して殴り殴り殴り、まで早すぎるお前、やべ早すぎたゆえに上の2つも踏んだっていうまさかびっくりドンキー。よし行こうで、あーもうマゴジンも嫌だね、マゴジン嫌だね、うん、よしよし、オーケーとオーケーとオッケー、これもうボス特攻 SS ガンガンいきましょう。マステスピあれ SS でね吹っ飛ばせばもう最速まであるんじゃない。はい横でいきましょう。一段階目最初とさあ7000盛りいけるか。いやすげえ、いややばい だからもう一回言うけどこれワープでさらに漏れるからね、こっからこっからさらに漏れるんすよ。今の倍率かかる超アンチワープを発動しきってないからね、こっから超アンチワープあるとあることを想像してください皆さん。じゃあこれ一回にするかで友情出していくか。ほらほらほら特攻もいけそうだけど、いやまじ強い、だからやばいんだってワープ出ますこれここからですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、だから 1.4 倍、これ 1.4 倍の殴りでさらに600キロあるからかなり往復もできる。うわやばい、今 1回でさ3分の1ぐらい1回じゃんで1段階目だからね、これ2段階目だったらさらに倍率上がってるんですよこれはマジいやもうすごいマジ今日はもう興奮がすごいね宮本さん。いやねえいいキャラだ本当に強い、はいはいはい、使って楽しい。何ヨングさんの時見たことねえやはいちょっと他のグラム見てみます。はいということで真珠の聖域の戦騎士団の道ここ行きたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ここなんか聖騎士がいっぱい出てくるところです。で、ワープもすごい量が多いんで、まあ、超安超ワープを活かしきれるんじゃないかなってことで、あと友情コンボもね、通るんでね、まあ、ここサクサク、貫通タイプだしね、いけるんじゃないかな、この友情コンボだったら。いや、マジ、まんじすぎでしょ。超強い、超強い、超強い。オッケーオッケー。まあ、ここね、ワープの数ほんとやばいんで、雑魚を残しといたらね。さあ、ここ行ってみましょう。まあ、ここもマジでね、かなりね、出てた当初はね、苦戦したんですけどね、もうゴーホコちゃんだったらもうやばいでしょうね。こう、ちなみに敵がね、防御ダウンとかもするんで、その、普段使いとはちょっと違った見せ方になるんですけど、まあ、十分強さがわかるかなって感じで、まずは友情でサクサク進んでいきます。はい、ワープ出てくる、蘇生もある、いいね、どんどん蘇生してほしいね、逆になんか楽しいよね、これで蘇生してくれたやつをガンガン倒していくっていう、なんか。何そのサイコパスみたいな思考は楽しいじゃん、なんかバタバタと戦士たちを倒してくゴッホ。だってこいつウィング守ってるからねこいつウィング守ってるからマジで、ええ、いやめちゃくちゃ快適だな。もうこいつもう最適でしょ。ここ本当はアラジンとかね最初の時でやってたんですけどね、こことかの雑魚処理もねめちゃ楽そう、めちゃ楽そうだけどちょっとあんま拾いづらいね友情。よしよし、ああちょっと削るぐらいにしてほしかったな。でもいい感じで今調整できてるね。よし、そしてワープ出てくるんで超アンチワープが発動する。さあこれで友情コンボ大きく、よし当たって雑魚処理めっちゃ楽。ここの雑魚処理がめっちゃ難しかったんですけどね。さあ殴っていきましょう。超アンチワープと華麗な殴りで、わー強いねー。でこれね相手闇属性だからね、同じ属性だから、ああそっか属性倍率は持ってない、うつよ、うん、OKOK、okay, okay、もう超楽超楽。いや SS 触んねえかもなこれ、やべえ SS2 段階目打てると思って俺来たんだけど、これ打てないぐらい強いかもしれない。やっぱさっきのところで雑魚をたくさん出しとけばよかったあーすごい溶けるね。でも光を溶かさないとワープあんま出ないな、もう敵を溶かしすぎて。さあ友情コンボロックされてスピードアップしちゃっていいの、できないと。いや待って、すげえ削っちゃったんだけどボスのこと嘘だろ、気弾とかでめっちゃ削っちゃったよ。
本当は雑魚処理してからっていう流れなんだけどな。おかしいな。待って、友情防がれてるな。ガツガツ殴ってったもん。普通に殴ってってもやばいもんね。なんかなんかね、なんか普通これ防御ダウンさせるんだよ。普通に削れちゃうっていう。そう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 、やべやべやべ。でもちょっと即死くるな。削れんじゃないこれ。ワープの数エグいでしょ。それちょっとやっば、楽勝すぎる楽勝すぎるね。いやこれ防御ダウンしてないですからね。敵敵防御ダウンしなくて俺だから。いやマジで2段階見せられねえわこれ。強すぎるさすがに。これもちょっと生きてみる。生きてみようぜ。いやでもちょっとやっぱり2段階見せられ。俺は頑張れ最後まで。最後までクリティカル出すんじゃねえよお前。戦士いっぱいいるからね。まあ、危なくなったら撃つわ。いい感じに削ってくれてね。ワープがすごいねここ本当に。いや、やばやば。2フレ2回で倒せるこのワープの量だったら。でこのステータスわあ SS。 あー SS 撃つか。次ですか。2段階目なんとか1体は撃てるかな。微妙かな。もうそんぐらい。だから実は普段使いだったら撃つことがないけどね。はいボス削ります。いやもう普通に殴ってこれだもん。やばいよ意味わからんよ。はい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 。あかゆいかゆいかゆいですね。かゆいですね。よちよち撃たないよこいつ。友情コンボで祈願祭り。やべえ。1体ぐらいってそうだ。もうそうだね。2番目のやつに回る。でも次最後なんだよね確か。あーここ雑魚多いからやばくね。優勝長弾がえらい刺さるんじゃない。どうなる。うう溶かす。よし撃てるなこれ。撃てるな。2段階目撃ちたい。友情コンボロックうざいなここ。でもこのスピードだったら頑張れるんじゃないか。オッケーオッケーオッケー。これいい溶かしじゃない？光溶かし。オッケーオッケー。じゃあ2段階目いけるねこれ。いけるね。いけるね。こいつ普通に4日でやるか。オッケー。2段階目さあ防御ダウンしちゃったけどこれもうまあ倒したろうね。いくぞ。って感じで。それちょっと楽勝すぎる。楽勝すぎる。楽勝や。ちょっともう手順通りじゃないところもあったけどマジで強いわここ。ここ強いわ。ありがとうねってことで。はいってことでちょっと最後にちょっと見ますか。ゴッホのステータスもう一回。はいってことで。5歩見ていきましたけど、まあ、とりあえずステータスがやばいからの友情コンボやばくてアビリティも優秀。あこれ好きねえわ。全部やばかったね。まあ、とりあえず言っても全部やばいってこと。うん。まあね多分人によってね何を強化するかっていうのはねまあ異なるとは思うんですけど、まあ、即必殺つけてもいいし遊撃つけてもいいしそれは人それぞれなんですけど自分はこういう感じにしました。まあそういう感じにすると、まあ、こんな感じのステータスが見れるので、まあ、ステータス見てフフフンってしたい人ははいこの見つけるのおすすめです。おすすめじゃないな。おすすめではない。おすすめだけどまあ複数持ってる人は分けたいね。遊撃つけたやつとか、まあ、役割分けて。そうそうそう。あと近しいやつだったら近畿の24ね。近畿来たらちょっと試してみたいですねこのここは。はい。まあ普段使いも難しいところも両方いけるってことでね、うん、こいつはもう、うん、しばらく時代を築くんじゃないかなってぐらいの個人的な衝撃でした今回の受信化。はい。ってことですごいハイテンションではい、はい、動画撮りました。はい。ってことでまあ今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。